まず一つ目の変化球はチェンジアップです。まずボールの握り方です。ストレートは手首を使いたいのでなるべく上の方で握ったと思いますが、チェンジアップは、続いてチェンジアップのリリースの方法を説明します。ではこのチェンジアップのポイントですが、まず手の振り上げ、続いてはライズボールです。まずはボールの握り方です。基本のライズの握りはバックスピンをかける練習方法をご紹介します。キャッチャーに対してまっすぐラインを引き、最後はドロップです。ドロップの練習方法として一番いいと思われるのが、キャッチャーに座ってもらって5メートルぐらいの距離から